こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。今日はアマゾン輸出でよくある間違い、よくある間違いなんですけどね、自分が間違いを犯していると気づかずに、後々からなんでそんなことになっちゃったのかと聞いたらね、この間違いを犯しているというのが、よくありますんで、その注意点あります。よく聞いておいてください。まず、アマゾンは初心者お断りです。ね、私は初心者でも稼げますとか、初心者に教えますって言ってますけど、アマゾンそのものはね、初心者歓迎してません。ある程度のビジネスの常識のある出品者に出品してほしいというふうに考えてます。ですんで、初心者だからとか、英語が苦手だからというのはアマゾンには通用しません。英語圏での商売の基本を理解している必要があります。アマゾンに連絡する前に何をしようとしているか確認してください。英語圏でのビジネスの常識にのっとったアドバイスをします。で、よくある勘違い、ね。日本では歓迎されるほうれん草、報告、連絡、相談。ね、これを Amazon、ね、プラットフォームの提供者から見たら、余計な人件費のかかる、豆なほうれん草は迷惑でしかありません。つまり、ガイドラインに書いてあることをいちいち確認していたら迷惑な出品者です。これね、日本では問題ないから、日本の場合ね、念のためテクニカルサポートに確認しますとかね、確認しましょうとか言ってる情報発信者の人結構多いんですけど、これ同じ調子でアメリカとかオーストラリア使ってたらね、迷惑な出品者でしかないです。書いてあるの読めよと。こいつ英語理解できないのか。書いてあることが理解できないのか。読むのがめんどくさいからいちいち聞いてくるのか。どっちにしてもね、迷惑な出品者でしかない。あるいは、書いてあることを読んでも理解できないのか。ね、迷惑以前ですね、出品させちゃいけない出品者でしかないというふうに判断されます。これは間違えたテクニカルサポートの使い方です。アマゾンに聞く前に私に相談してください。これ書類の提出とかね、質問を、その質問をアマゾンにしちゃったのというようなね、質問をしてみたりとか、あるいはね、その書類出しちゃったんですかというような書類を出してね、アカウントが止まっちゃってるっていう方がね、たまに出てきます。これね、日本の常識でやると本当に、海外から行ったらね、非常識ってなる典型的な例なんですけど、報告、連絡、相談、これね、ビジネスの世界で歓迎してるっていうのは日本ぐらいなんで、英語圏、オーストラリアもアメリカもね、ガイドラインに書いてあることをいちいち確認してくるのは歓迎してません。この使い方よく、間違えないでください。で、ちなみにね、アマゾンのライバルのこれ、ラザダ、マレーシア、あるいはシンガポール、東南アジアの、プラットフォーム、アマゾンのライバルのプラットフォームなんですけど、アリババが、ね、買収して今アリババになってます。で、ここね、使う前に、試験があります。で、試験に合格しないと使わせないと。なぜなら、ビジネスの常識を知らない人に出品されたらね、プラットフォームの運営上問題がある、ね、迷惑でしかないというのがあってね、試験があります。で、アマゾンの場合は試験はありませんが、アカウント登録時や日常業務のやり取りが試験代わりです。間違えた対応をしているとアカウントが削除されます。書類の出し方を間違えてアカウントが作れなくてブラックリストに入っちゃった方もいます。そういうことがないようにね、マニュアルに書いてある通りに実行していただくと。で、マニュアルに書いてある通りに実行できない場合は、イレギュラーなケース、こういう対応でいいですかというのをね、必ず確認してください。日本で今までね、育ってきて、あるいはビジネスをやってきた常識で判断して対応すると、間違えた対応で、Amazon を退場させられることがあります。ご注意ください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。